どうも、ナオトです。イエーイ。今日はね、告知をちょっとしようかなと。8月8、そして9、2日間、6年ぐらいかな、はい、やってるちょっとイベント。これはまたダンサーナオトと違うんだけど、いや、ダンサーナオトだな。みんなの夢を押すようなイベントを作ってるわけですよ、今ずっとね、はい、あのダンサーのためだけに、うん、リリカルナイト、8月8、日曜日、8月9の祝日の月曜日、2日間。いや、大変だよね、やっぱ今の時期が。そうですね、これ正直、うん、だからちょっと、まあ、無理もしてほしくないし、でもそれでもやっぱ出たいっていうダンサーが本当に溢れてて、で、まあ、過去にね、1年半前かやっぱコロナがやばいって1回なった時にやっぱ中止したんだよな、はい、それをやっぱ今回ちょっとね、3月ぐらいからか、はい、じゃあそろそろ8月から行けるっしょみたいな感じでハーレムさんから言われて、はい、でやっぱ今回やるってなってもやっぱね、ずっと増え続けちゃってるから。そうですね、まあ本当にしっかりね、対策を本当にもうみんなで気をつけて、ちょっと2日間いい日にしようという、俺が本気で頑張るんで、ぜひこのリリカルナイトプレイヤーデビュー出しましょう出しましょうまあ俺は2日ともいるんで、むしろ全員いるんで、はい、全員キラキラくる全員いるんで、はい、ぜひ来てください。お願いします。スイープ9日に出ます、ゲストで。そうで、ゲストでトカゲもライブ、さらに翔ちゃんゲストソロ、翔平さん、レディオフィッシュ翔平ゲストソロですよ。やばい。あ、俺はちょっと出ないんだけど、俺はちょっとそのナンバーを知らないっていう方の多いと思うんだよ ね、 そうですね、多分ダンスやってないとさ、ナンバーっていうのがあって、そのプロデュースナンバー、例えばナオトナンバーだったら、俺が全部衣装、音源、振り付け、そのフォーメーションまで全部決めて生徒さんたちが出てくれるみたいな、それも9日に出します。はい、どんぐらい練習？俺はもう精鋭だから4日だけ、はいはい、4日これね、結構普通じゃありえないんだよ。いや、ないと思いますよ。普通ですよ、このご時世でさ、ステージってやっぱなかなかなくて、でもやっぱエンタメのね、ね、消したくないじゃない。そうですね、特にこれからダンスすごい楽しいなってやつらのためにこの間出したわけよ、はい、すっげえやっぱいい、ナンバーって最高だな、なんかあったかくなるんだよね。で、一番緊張するのはやっぱ先生だからねステージ、わかるっしょ。まあもちろんヒーサー、アシベ、ヒロキットも俺のナンバーをみんな過去に何度も何度も出てくれてね、いやー、そのために俺が一番緊張してるんだよ見る方が大変だよまあもちろん作るのも大変かなって思うけど、まあみんなそう言うじゃん。あ、俺は結構作るの好きだからね。うん、あとは俺のところだったらプロデュースチームで、はいはいはい、ティファニー、おー、うん、ミユってことレノンという子2人が出てるんで、ぜひナオトプロデュースも見てほしいし、まあ、本当に最高なダンサーがたくさん揃ってるんで見てほしいよね。もちろんね、すごい23回目なんだよね今回、はい、でもう本当に盛り上がってて、俺が1回募集かけるだけですぐ埋まっちゃうぐらいね、ダンサーが いるわけじゃない。で今回はやっぱそのもう半分にして、ね、両日来れる、見に来れるってのもできるし、はいはいはい、うん、だから初めてのクラブの人もやっぱ来やすいのがリリカルナイトだから、ほんと1年半ぶりだからね、俺もやっぱ緊張だし、俺じゃないんだけど、トラブルボーイっていう DJ が出ますね俺だって言っちゃった。俺じゃない、まあ俺なんだけど、そうそう、そこはまあまた違う、また役の俺がいて、そうです、ね、そうそう、 DJ トラブルボーイっていうドゥク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 がめっちゃ緊張してるもん絶対言ってたいや、トラブルボーイさんか、トラブルボーイ君が
トラキラトラブルボーイが本当にトラブル起こさないようにそうです ねそれだけは祈るばかりだよね、はい、本当に VJ じゃないですかその日。そうだ皆さん、うちのアシベは VJ っつって俺は DJ だけど映像をつなげられますから彼は。それをやってくれるのはアシベくんなんで、それもちょっと来てくれたらチェックしてほしいなと思います。リハーサルからね、だいたいヒロキがマイク持って、あ次はなんとか様よろしくお願いしますって言ってるのはヒロキットです。で、ほんとリリカルライトうち総出だよね。はい、総出ですね。チケットとかそう生産系は全部ルカがやってて、はい、いやーね、スタッフ全員いて、はい、最高ですよ。まあでもほんといつもよりはほんとにグッとちっちゃくしてね、その日をまず無事に最高に終われるように頑張りますよ。これはすごい超シンプルです。受付で本当に会いに来ました。もうそれだけチケットで買います。おお。で、ナオトの名前出してくれれば、はい、もうあれだよ、前売りで、前売り価格、前売り価格で、わお。キラキラ TV とか言ってるんですか。あ、いいねいいね、キラキラ TV、ナオトキラキラなんつって、俺もキラキラなんつってそうだね、入り口で言ってもらえれば、言ってもらえればもう、はい、すぐもうはぁはぁはぁ、受付の二人、女の子多分いると思うんで、はぁ直さんのはぁ、そうそうみたいな、ね、やらせるぞ。まさに顔パスです。顔パス、ヒラパスか、ヒラパス、あ、いいですね、うん、こんなもんですかね。ですね。8月8、はい、8月9、本当にお時間あればオープンは3時、オープン3時、クローズはもう8時ぐらいには終わると思うんで、その間にもすごい数のダンスチームが出て、本当に何度も言いますが対策しっかりして頑張るんで、まあ直人を応援しつつ、イベントを応援してくれたら嬉しいです。お願いします。ありがとうございました。